どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さてさて、どうなることやら。ここに愛はないよ。この恨み晴らされおくべきか。何をやっているんだか。でも、なんだか楽しくていいですね。こういうのは騒がしいって言いますけどね。とはいえ、楽しくないかと聞かれたら嘘だけど。夕食が終わったからいいけど、せっかく掃除したんだから埃を立てないでほしい。っていうか、そこで騒ぐ暇があったらお風呂に入るように。あれれ、もう入れるの？お客様をもてなすのが俺の務めですので。じゃあ一緒に入ろう。いきなり何を言ってるんだよ。昔はよく一緒に入ったよね。それは子供だったからね。今はさすがに。その話は聞き捨てなりませんね。はるかさんと一緒に入ったこともあるんですか？私たちは未経験なのに。同じ幼馴染なのに不公平。そう言われても本当に昔の話ですし。あの時のゆうくんは強引だったよね。僕が嫌って言ったのに強引に体をむさぼって。単に体を洗っただけだろ。勘違いされる言い方するなって。わあ！スリ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 。こら、いきなり抱きつくなっての。やだもん。スリ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 。部長さん。何？これはあれですね。嫌な予感が。あれ。うらやまし系です。拘束完了。亀甲縛りなんてどこで覚えたんですか？トップシークレットだよ。部長の謎技術相変わらずですね。では、邪魔者もいなくなったということで。かし。私たちはお風呂に入る。はい？なぜに？重要イベントを一人だけこなすなんて卑怯。私たちも体験する権利はありますよね。あれは子供の頃の話ですし、今体験するのは道徳的に難しいかと。バスタオルは着用するよ。そういう問題じゃありません。てかバスタオルは逆に刺激的ですから。ゆうやさんが望むならマニアックに絆創膏でも。普通に女性陣だけで入ってください。どうして共同犬の女性陣はすぐに対抗心を燃やすのか。このままでは青少年によろしくない展開になるし、なんとかしないと。なぜ外せる？おお、自力で縄を引きちぎった。縛りが甘すぎた。ゆうくんの貞操は僕が守る。ゆうやのすべては私のものだよ。私もこの戦いは避けられそうにありませんね。ええ、ついに勝負をつける時が来たんだね。ゆうくんの愛は僕が勝ち取る。にゃーうにゃ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 。ミヤス流子真術、今ここでお見せします。そのような乱れ打ちでは当たりませんよ。甘い。情報こそが私の武器。あー、今割れる音したぞ。なんかあっはー。3人のお泊まり会で起こる化学反応、予想しなかったわけじゃないけど、さすがにここまでとは。もしもこのまま放置したら我が家の崩壊待ってなしの状態に。あのさ、ひとまず落ち着いて。当たらないと言ったはずです。もしも怪我したら大変だし、喧嘩なんて何の意味も。この影に隠れれば敵の攻撃など通用しない。そのだから必殺クッションブラスター。いい加減にしろ。揃いも揃って何してるんですか。ただ遊ぶだけならまだしも、本気でしたら怪我しますよ。でも部長は年上なんですよ。本来は止める立場なのに真っ先に暴れないでください。ごめんなさい。さゆりさんもさゆりさんです。いつもの冷静さはどこに消えたんですか。すみません。あの
僕への注意は…もう諦めてる。ズガビーン！ここは俺が片付けます。3人お風呂に入ってきてください。手伝…無用です。ゆうやが怖い。ほら、足を怪我する前に出てください。長湯するぐらいでいいですからね。やっと静かになった。いつもはさゆりさんがブレーキになってくれるから、アクセル貸したら収拾がつかないな。あれだけ言えば今日はおとなしくしてくれるだろうけど、本当昔から変わらないよな。ここに至るまでいろんな出来事があった。順風満帆とは言い難く、波乱万丈とも言い難く、それでも俺たちの関係を変えるには十分な出来事ばかりで、部長と疎遠になったり、さゆりさんと会えなくなったりと、紆余曲折を経てここまでやってきた。ここで過去に入ってくるわけか。また時々入ってくる過去の、なんかちょっといいね。うん、悪くその時は公園が整備中だった。しばらくいつもの場所で遊べなくなってしまって、俺たちは別の遊び場所を探さないといけなくなった。でも別の公園は他のグループが使っていたりして、毎日街で遊ぶほどお金に余裕はなくて、探検隊としてあちこち歩き回った。そしてついに見つかった。誰にも邪魔されず一日中遊び回れる場所。神社。へえ、こんな場所があったんだ。さゆりさんが案内してくれたのは神社だった。両親が亡くなるまではお墓参りに行ってたけど、お参りに行ってたけど、それっきり一度も行ってない。あの時は人が多くて遊びスペースなんてなかったけど、こうして見ると広々としている。境内から一台離れた雑木林が広がっていて、ただ走り回るだけで楽しそうだ。私も何度か行ったことがあります。野良犬は多いですけど、人懐っこい子ばかりなんですよ。前からそうですよね。この神社の名物みたいになってますけど。ゆうくん、今日は一緒に追いかけっこしよう。私はかくれんぼの方がいい。追いかけっこの方が楽しいよ。ゆうくんもそう思うよね。待って、追いかけっこは体力差で優劣が決まる不完全な遊戯。その点かくれんぼなら頭脳プレイも可能。そうなの？幼年期の育成を目的とするならかくれんぼが適切。ああ、カンナまた難しいこと言ってる。あらあら、どちらか選ばないといけませんね。今日は追いかけっこだよね、ゆうくん。私はかくれんぼがいい。決して走るのが嫌なわけじゃない。なるほど。工事が終わるまでの間だった。俺たちは仮の遊び場に神社を選んで、学校が終わったらそこで集まるようになった。おっと、間違えた。神社は公園に比べて遠いし、お参りする人もいる。中の人には迷惑をかけないようにと、雑木林の奥で遊んだ。追いかけっこ、かくれんぼ、缶蹴り、公園よりも広い雑木林は子供の遊び場に最適だった。工事が終わってもたまに来る分にはいいかも。そんな風に思い始めた直後の出来事だった。おう、野犬。そういうことだったのか、あのオープニングのシーンは。なるほどなるほど。こりゃ怖いだったな、子供にとっては。その日は何かが違った。雑木林にいる野良犬と一緒に遊ぶつもりだったけど、俺たちの姿を見た途端襲いかかってきたんだ。誰にでも人懐っこくて、体を撫でたらすぐに転がってお腹を見せてくるぐらいなのに、先に雑木林に入った3人が血で汚れるほどに容赦なく爪や牙を振るった。全ての哺乳類が感染し、現在も毎年数万人の死者を出している病気で。あらあら、困りましたね。男の俺が強くならないといけない。他の子は女の子ばかりだから、男は女を守らなきゃいけないから、あの人に褒めてもらえるような男になるためにも、誰よりも強くならないといけなかった。みんなには手を出させないからな。地面に落ちていた小枝が唯一の武器。俺は精一杯の勇気を振り絞って涙ぐみながら立ちふさがる。いた、このあっち行けよ。怖い、今すぐ逃げ出したいぐらい怖い。爪で引っかかれるだけで真っ赤になるし、噛まれたところから血が出てじんじん痛む。こっちが反撃しても全然効かないし、吠えられるだけで体がすくむ。それでも俺の後ろにいる女の子を守るために我慢した。やってやー、破れかぶれの刺激だった。小枝を
突き出した攻撃が偶然犬の目に当たって急にひるむ。ワン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 。そして俺は喉から声を振り絞って威嚇した。両足はガクガクと震えたままだったけど、ボロボロと涙が溢れて止まらないけど、野犬は大声に驚いて逃げていった。みんなを守れた。俺はみんなを守れるんだ。よかった。あはははああ。地面にへたり込んで から笑い、おかしくもなんともないのに勝手に笑い声が出てしまう。ゆうやー。緊張の糸が解けたのか、みんなは席を切ったように泣き出した。三人が視線に抱きついていたかったけど、それ以上の達成感が俺の胸をいっぱいにしてくれた。ヨウ君大丈夫？手が痛くない？こんなにいっぱい手が。すみません。私何もでき怖かった。すっごく怖かったよ。みんな泣かないでよ。もう大丈夫だから。だってさすがに無傷とはいかなかった。みんなも噛まれたり引っかかれたりしたけど、それでも守れたと思う。まあ子供にとって野犬って結局あれ結構な脅威だもんね。また何かあっても俺が守るから。みんなが怖いって思うこと全部俺が守ってあげるから安心して。ゆうやさん。だから約束しよう。みんなで一緒にいつまでも仲良くしようね。みんなで一緒にゆうくんといつまでも。今でも忘れられない。そういう覚悟あったんだな。次回行きます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。